三角になるよう半分に折ります。角が重なるようにもう一度三角に折ります。 Make neat creases. 次に左端を一枚めくり、このように折り返します。反対側も同じように折り返してください。折り紙をひっくり返し、折り目に沿って中を開きます。裏面も同じように開いてください。これは折り紙でよく使われる形です。この角を中心に向けて内側に折ります。真ん中にきちんと合わせてください。こちら側も同じように折ります。上の部分を1枚めくって下に折ります。裏返してください。先ほどと同じように折っていきます。折り終えたらこのように側面をめくります。上の部分を先ほどと同じように下に折ります。反対側も同じように折ります。最初の面に戻してこの部分を開きます。きちんと真ん中の線に合わせてください。半分を外側に折り返します。反対側も同じように折ります。折り紙を裏返して裏面も同じように折りましょう。折り終えたら上の部分を限界まで下に折り曲げます。常に真ん中の線に合わせてください。側面をめくり繰り返します。残りの面も同様に行います。このような形ができたら中央を開き整えて完成です。